This is the final call for boarding flight 0422 to Earth by Heart 2015. 4月22日、今日はアースデー。私たちが暮らす地球のことを考え、未来のために行動する日。東京 FM をはじめとするジャパン FM ネットワーク38局では、毎年このアースデーに、アースコンシャス、地球を愛し感じる心、さらにヒューマンコンシャス、命を愛しつながる心を世界中の人たちとシェアしようと、一夜限りのプレミアムライブを放送してきました。そして今夜は4月18日と19日の2日間東京国際フォーラムで開催され、興奮と感動のうちに幕を下ろしたライブの模様を早くもお届けします。今年のテーマは100年後の未来に種をまこう。次の世代のためどう行動すべきか、音楽と言葉で発信します。初回から数えて26回目となる今年は、豪華アーティスト3人の初めてのコラボレーションが実現しました。そのアーティストとは、松任谷由実さん、秦基博さん、ジュジュさん、そして松任谷正隆さんが書き下ろした不思議な物語を紡ぐストーリーテラーは、俳優の大沢たかおさん。さらにテクニカルディレクションは、アート、広告、エンターテイメントなどジャンルもメディアも超え自由に行き来するクリエイティブ集団ライゾマティクスが担当。ライブでは3人共作によるオリジナル曲も披露されました。それでは早速、奇跡の、そして伝説のライブへとご案内しましょう。案内役は私、高橋まりえです。またこの番組はジャパン FM ネットワーク38局、さらにイギリスの BBC やアメリカのカレッジ FM など世界のラジオステーションでも放送されます。まもなく開演です。東京 FM & JFN プレゼント、アースバイハートライブ2015、サポーテッドバイ JA 全農。この番組は、いただきます日本のごちそう JA 全農、 JAL、 心も満タンにコスモ石油、ダンロップ、ベスト石田の提供でお送りします。東京 FM & JFN プレゼント、サステイナビリティ、サステイナビリティ、We love our earth, we love our earth. アースバイハートライブ2015、サポーテッドバイ JA 全農。お聞きいただいているのは100年前のジェットストリーム。長寿番組とはいえ、100年前も同じテーマに乗ってやっていました。さあ、周りを見てください。1997年に誕生したこの東京国際フォーラムも、計算すると118年経っていますから、そろそろ古くなっていますね。壁なんか剥がれ落ちそうだ。そしてこのジェットストリーム、誕生したのは1967年というから、148年、あと2年で
なんと150周年。150年も続いているのはさすがにこの番組だけでしょう。皆さんはたった今未来の住人です。未来から現在を見る、いや違いました、現在から2015年という過去を見るのです。今夜は時を超えていただいたメールやおはがきをご紹介しながら目的地までの旅をお楽しみいただこうと思います。それではアースバイハート0422便、2115年発2015年行き、本日のパイロットはジュジュ、畑元博、松任谷由実。目的地までの天候はほぼ良好。それではただいまから離陸いたします。荷物が固定されていることをしっかりとお確かめください。
皆さん快適にお過ごしですか。さてメールやらおはがきがたくさん届いているのですが、手書きの文章は今も昔もいいですね。文字の中に人が見えるようです。それでは初めのおはがきをご紹介したいと思います。工学部志望の高校3年生の男子です。こんばんは。こんばんは。自動車が生まれたのは今から250年弱と言われています。飛行機はライト兄弟で計算すると100年ちょっと、有人ロケットは50年とちょっと、そうやって考えると100年というのはいろいろなことが現代とは違っているように思います。はっきり言って一番違っているのは何でしょうか。ぜひ教えてください。データ検索。人口の推移、平均寿命、 GDP、 紛争、これって今ってこと？22世紀がどんな時代かってことよね。僕はいい時代だと思うけど、ギターを買いに行く以外100年前には戻りたくないな。あら、私は100年前がいい。酔わないお酒なんてお酒じゃないわよ。絶対昔の方がいい。まあいいところも悪いところもあるってことじゃない。一番変わったところは何だと思う？通信？服装かな。心の教育？いろいろありすぎるよね。いろいろ意見があるようですが、考えてもらう間次のおはがきを紹介しましょう。私の悩みを聞いてください。この春高校に入り、新しくできた友達といくつか LINE のグループを作り、いろいろ話すようになったのですが、それぞれのグループでルールが微妙に違うんです。例えば既読スルー一つ取っても全然ありというグループもあれば、10分以内に返さないと即除名というグループもあります。他にも挨拶の仕方やスタンプの使い方、どちらが会話を終わらせるかなど、ルールがいろいろありすぎて戸惑っています。どうすればいいでしょうか。LINE って何？なんとかするって何？昔そういうコミュニケーションツールがあったのよ。文字打ち込んだり、漫画のキャラクター打ち込んだり、それがやたら誤解を生んでさ。ああ、そういう時代があったって聞くね。あら、今だってコミュニケーションの悩み自体は変わらないと思うけど。まあでもひどい時代があったのよ。文字の世界が無法地帯だったんだから。今は頭の中が無法地帯じゃない？だいたい考えていることが可視化されるなんて誰が思ってたの？まあこれからはそういうことも規制されていくでしょう。結局はそうやっていたちごっこなのかもね。でもさ、人が信じられなくなったら終わりだよね。まあそこは基本だけど、実は難しい。だから誰もが悩むんだよ。この間の雨で白い靴は汚れた。携帯の充電は切れそうで切れない。近頃夜中テレビばかり見てる、うんうん、彼女にはもう随分と会っていない。そろそろ髪を切りに行かなきゃな。仕事はうまくこなしてると思う。子供の頃からすぐ迷子になるよ。 oh, oh, oh.
ばかりいるよ。電車は長い東京の地下をくくりるけ、川沿いの景色が顔を見せる。夕映えに燃える景色が「それ
アースバイハートライブ2015サポーテッドバイ JA 全農。舞台は100年後の未来、2115年のジェットストリーム。そしてストーリーテラー大沢貴夫さんが紹介するのは、私たちが生きる現代、2015年から寄せられた悩み相談。現実とも幻想ともつかない不思議な世界。今度はどんなメッセージが寄せられたんでしょうか。では次はメールに行きたいと思います。彼と別れて3年になる33歳 OL です。3年経った今でもなぜ別れたのか信じられないままでいます。電話するタイミングもメールするタイミングも全て一して今まで来てしまいました。もうきっと二度と戻ることはないんでしょう。最近一緒に住んでいた頃、彼がよく作ってくれたチャーハンを同じように作るのですが、どうやっても味が同じにはなりません。人の味覚って不思議ですね。全く同じに作っているのに、寂しさは舌に記憶されてしまうものなのでしょうか。
止まったままの街。
つもの夕ほど君がそっと言うよ離れたくないって、うん、分かってるけど
アースバイハートライブ2015サポーテッドバイ JA 全農。ちょっと重いメールでごめんなさい。僕は大学4年生、あと1年で社会人です。就職も内定が決まり、何かと準備で忙しい毎日を送っています。僕には彼女がいます。付き合って2年ですが、子供の頃からの知り合いなので、それを入れると何年になるか分かりません。実はこの間、彼女は難病の宣告を受けました。多発性硬化症って知ってますか？
100年後の日本にこの病気はまだあるんでしょうか。病院では今はまだ治療の方法がないと言われました。宣告を受けて彼女はさすがに落ち込んだようですが、間もなく前よりもずっと元気になりました。多分無理をして僕の前では元気に見せているんだと思います。こんな風になって僕はどれだけ彼女のことが大事だったのか初めて分かったような気がします。神様は意地悪です。どうして今までもっと大事にしてこなかったんだろうと今は後悔するばかりです。100年後にこの病気がもしなくなっているとしたらどうやって治すのか教えてください。もしそれが叶わぬことならば、これからの毎日をどうやって彼女と接していけばいいのか教えてください。お願いします。そう言って
じてしまった」「ナーフのように突き刺した」
「口なし」
松任谷由実さん、畑基博さん、ジュジュさん、そしてストーリーテラー大沢たかおさんが紡ぎ出す不思議な物語もいよいよクライマックスへ。その時、会場が一つになりました。22歳の大学生、女子です。今、世界中から森が消えていると聞きます。ブラジルのアマゾンも、東南アジアの熱帯雨林も破壊され、かつての姿は失われてしまったと。このままでは私たちの子や孫の世代までに地上から緑がなくなってしまうのではないか心配です。100年後はどうなっているのでしょうか。世界的には問題のある国もあるけれど、日本は頑張ってる方じゃない。そうだね。干ばつして植林をしてちゃんと人間と共存できるように森を育ててきたからね。そんなこと言っちゃなんだけど、国が豊かだってことは大事なことなんだね。そうなのかな。こんなおはがきが来ています。将来プロのミュージシャンを目指している18歳男子です。自分で歌詞を書いていて、その参考になればといろいろな曲を聴いているのですが、歌詞に使われる言葉が時代によって随分変わってきているように思います。変わらないのはいつの時代も愛の歌が一番多いこと。皆さんが100年後に残したい言葉は何ですか？100年後に残したい言葉。さあ、今日の乗客の皆さんはどんな言葉を未来に残したいでしょうか。聞いてみましょう。優しさ、ありがとうです。平和です。感謝、支え合い、あの子が綺麗な地球、ありがとうです。愛です。地球の幸せ、平和、幸せ、思いやり、思いやり、地球、深い志、愛こそ信頼、健全な大地、思いやり、どうもありがとう。そうね、言葉はその人にだけ降りてくるものだからね。時代も関係なし、時代がついてくるみたいに思った方がいいよね。100年後に残したい言葉は何？一つだけだよね。自分らしい言葉なんだよね。自分？人？あなた？You、あなた。Oh God.
じんわり震える。
本日のフライトいかがだったでしょうか。100年後は素晴らしい世界です。新しいテクノロジーはより便利になり、何よりも人と人とをさらに近づけました。けれどこちら側から見ると100年前の世界も捨てたものではない。ローテクの中に人々が苦悩しながらも努力工夫をしている姿が何とも美しく見えるからかもしれません。わからないものをわかろうとする、なんて素敵なことでしょう。さてそろそろ冬季も着陸態勢に入ろうとしています。私の仕事ももうじき終わり、シートベルトをしっかりと締めではなくリラックスして到着をお待ちください。本日のフライトご一緒できて幸せでした。フライトクルージュジュ畑元博松任谷由実そして大沢こと、一度また皆様とお会いできる日を楽しみにしています。ありがとう、さよなら。
ズさんのプレゼントの時のコラボレーションが面白かったかなと思います。コラボで特に卒業写真が私21歳なんですけど曲がすごい好きで、もともと好きだった曲を一緒に歌ってくださったのがすごい素敵でした。電飾が
ところで白い服装の僕たちって一体何だったんだろう。100年前、100年後？いや、音楽は時を超えるってことだと思うけど。100年後の世界からっていう企画でお送りしたわけですが、100年後の世界がどうか素敵であってほしいと私たちも思います。どうか皆さんが幸せでいられますように。そして皆さんの子供たちが幸せな世界にいられますように。今日は本当にありがとうございました。100年後の世界、データ化しています。データ化不可能、データ化不可能、データ化不可能、データ化不可能。世界中の若者と感動と共感のネットワークを作ることを目指し、毎年4月22日、アースデーに放送しているこのスペシャルコンサート。始まりは1990年でした。日本を代表するジャズミュージシャン、渡辺貞夫さんとリー・リトナーなど、彼をリスペクトする世界的ミュージシャンたちが日本武道館に返し、スペシャルコンサート。We Love Music, We Love the Earth を開催。世界中に放送され、海外のリスナーからも共感のメッセージが寄せられました。あれから25年、国内外の様々なアーティストの賛同を得ながら、私たちは毎年、アースコンシャスを発信し続けてきました。また、2011年の東日本大震災以降は、新たな価値観、ヒューマンコンシャスも加えました。私たち人間を取り巻く地球環境や社会問題に対し、心のつながりを大事にした生活に潤いのある社会の実現を目指し、アース&ヒューマンコンシャスというメッセージを発信するようになりました。そして2012年からは、イベントの名称をアースバイハートライブに刷新し、大切な人を思いやるように地球や地球上で暮らすあらゆる動植物も思いやって行動しようというメッセージも発信しています。そして今年、松任谷正隆さんが演出を手掛けたライブは、今までとはまた違うアプローチで人を、そして地球を思いやる大切さを教えてくれるとともに、親子2世代3世代で楽しめる音楽イベントという新たな方向性を示すものとなりました。私も今回、100年後の未来から現代を見つめ直し、自分の子供や孫の世代のために今すぐできることから始めよう、そう思いました。最後に改めまして、松任谷由実さん、畑基博さん、ジュジュさん、大沢たかおさん、そして松任谷正隆さん、ライゾマティクスの皆さん、素敵なショーをありがとうございました。番組のナビゲーターは高橋まりえでした。東京 FM&JFN プレゼント、
アースバイハートライブ2015サポーテッドバイ JA 全農。この番組はいただきます日本のごちそう JA 全農、 JAL 心も満タンにコスモ石油、ダンロップ、ベスト石田の提供でお送りしました。